皆さんおはようございます。栄光教会の小林です。先週日曜日の礼拝の中で、メッセージとして、特に男性の方、お父さんたちに対して、私たちは、特にクリスチャンとして、自分のことばっかりを考えるのではなくて、この社会のために、貢献する必要があるということを促しました。実は私たち人間として社会に貢献する、これは神様から与えられた特権とも言えるのではないでしょうか。すなわち私たちは人間としてただ自分のことを考えるのだけではなく、それとともに他の人のことも考える、そして社会のことも考える、そして社会に貢献する、そのために私たちはこの世にいます。そして特にクリスチャンとして私たちはこの世に神の御国をもたらす、そして神の愛と、そして神にある真理を皆さんに、この世の人に知ってもらう、この使命があるわけですね。そういったわけで、この日曜日に話したこと、お父さん方だけではなく、クリスチャン一人一人が、心する必要があるとは思うんですけれども、今日は、それに関して、この、使徒の働きの5章と6章から、見ていきたいと思います。それはどういうことかというと、いつも言うことなんですけれども、神様の、御国を、がこの地にあるように、もたらすように、また神様の計画、そして、神様の仕事をするっていうふう、それは私たちクリスチャンとしての使命なんだというと、よく考えてしまうのが、あ、それだったら私は、それこそ宣教師のようにならなければいけないとか、私は自分の夢を、持ってはいけないとか、そういうふうに考えがちなんですけども、決してそうではないということが、この5章と6章から、わかると思います。5章の話は、実はアナニアと、それからその妻の、サピラの話です。ご存知の方も、いらっしゃるかもしれませんけれども、そうでない場合は、ぜひこの5章を読んでいただきたいと思います。非常に面白い話なんですけども、この話、実はこのアナニアと、その妻の、サピラが、土地を売って、その、代金を、教会のリーダーに、献金というか、寄付するわけなんですね。そしてその、教会のリーダー、すなわち人たちは、そのお金を使って、その教会の中の他の、クリスチャンで、困っている人たちを助けると、そういうふうなためにお金が使われているわけなんですけれども、ところが彼らの、場合は、実は他の人もそういうことをしました。特にバルバナという人間が、そのように自分の土地を売って、そのお金を持って、他の兄弟姉妹、困っている人たちを助けたという話があるんですけども、おそらくそれを知って、それを見て、この、カップル、この、アナニアと、サピラも同じようにしたと思うんですね。ただ、彼らの話は、残念ながら、ネガティブに終わります。それはなぜかというと、彼らの心が間違っていたからなんですね。すなわち、本当に互い、お互いを愛するために、また、他の、キリストにある兄弟姉妹を助けるためにとか、また、御国のために、神様のためにというのではなく、実は、この二人が土地を売って献金したのは、自分たちのためだったわけなんですね。自分たちの名がその教会の中で、またそのコミュニティの中で、よく思われるように、いわゆる世間体ですね。世間体を気にしてこういうことをした。すなわち神様のためではなくて、自分たちのためにやったことなわけなんです。で、ここで、そういうふうな話なんですけど、ここでちょっと目を置きたいのは、実はちょっと違った角度で、ここで言ってることは、このアナニアとサピラがしたことは、実は土地を売る、すなわちある意味ではごく平凡なことをしたわけなんですね。で、もしこの人たちがした、これが心が正しかったら、これは本当に神様に喜ばれたことなんです。心が正しかったら、これは本当に
バルバナがしたように、神様の、栄誉に、神様に栄誉を期すことができる、そういうふうな、技というふうに記録されることだと思うんですね。すなわち、ここで言おうとしていることは、私たちがする日常の生活、それが神様にとっては大切だということです。日常生活の中での、責任、また働いて、ね、家族を養ったり、また、子供を育てたりとか、毎日のその日常生活、その中で、そのやり方、そこにある心が非常に大切だということが、ここ、5章から読めるのではないでしょうか。すなわち、同じ、ことをやるにしても、これは私は神様のために、また神様に栄光を期するために、また、神様の愛をこの世の、この社会に知らせたいから、知ってもらいたいからという、そういうふうな心で、日常生活を、また、日常の、責任を、果たしていくでしょうか。そうすれば、この日曜日に言ったように、私たちは本当にクリスチャンとしてこの世を変える、その神様の使命を果たしていると僕は、確信します。すなわち、私たちが特別な行動を取らなくても、こういうふうにアナニアとサッピラがやったように、ただ単に自分の、土地、持っていた土地を売った、バルバラも同じようにしたわけなんですね。ただそのバルバラとこのカップルの違いは、心の、志というか心の持ち方が違ったわけです。ですから、私たちが神様に心を向けて日常生活の、責任を果たすところ時に、私たちがやっていることも神様を喜ばせることができるというわけです。同じように、使徒の、働きの6章を見ていってください。ここでは、こういうふうにやります。一節、その頃、弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちから、ヘブル語を使う、ユダヤ人に、ユダヤ人たちに対して苦情が出た。それは何かというと、彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給において、なおざりにされていたからであるというふうにあります。これも非常に、まあ、ある意味では平凡なことですよね。毎日の、配給、すなわち食べ物の話です。でも、これに関して、人たちは、応じて、そして、7人、こういうふうにあります、3節に、あなた方の、中から、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人、選びなさい。そしてその人たちにこの務めを任せなさいというふうに言うわけなんですね。すなわち、この、毎日の、食卓、食べ物の配給っていうんですか、それも神様の目から見れば大切なことなんです。でも、これをするのにもどういうふうな心で、ここで、言ってることは3節ね、あなた方の中から御霊と知恵に満ちたあなた方の間で評判の良い人たち、すなわち心の問題なんですね。どういう人間なんですか。どういう人間で、どういう心で、こういうふうな、まあ、ある意味では平凡な日常生活の、仕事に、勤める人なんですか。人は聞いてるわけなんですね。ここでも分かるように、すなわち私たちが毎日すること、それでいいわけなんです。それで神様に喜ばれます。それで、神様を、礼拝することができます。私たちの仕事の中で、私たちの趣味の中で、私たちが興味あること、私たちが夢見る、その中で神様を、礼拝し、神様の皆をあげることが可能なんですね。ただ、それが可能なのは、それを可能にするには、私たちの心が神様の方に向いていて、神様のためにという心で、一つ一つの、ことに、
努める、その態度が非常に大切なわけです。というわけで、皆さんに本当に知っていただきたいのは、まずナンバーワン、私たちの人生というものは、ただ私たち、また私たちの家族のをテイクケアしたらそれでいいのか、それだけなのかというと、決してそれだけではない。家族以上に、この世の中に貢献する。そして特にクリスチャンとして、この世の中に神様の光をもたらす。そして神様の愛とイエス・キリストのこの救いを、これをもたらす。すなわちイエス・キリストを代表する、この役割が、この使命が与えられていますけれども、それは私たち毎日の生活の中で、成就することが可能だということを皆さんに知っていただきたい。すなわち私たちの心構えで私たちの毎日すること、またそれが夢であり、私たちの希望であり、趣味であり、興味のあることや仕事や、それこそ、ね、子育てから、毎日する、ことすべてを通して神様が、それを使われて、神様のその、プラン、計画を成就することができるわけです。ということで、皆さんに、一つ、お願いしたいことは、神様の前に行って、自分が持っているすべてを、披露して、神様に聞いただきたいことは、神様、私のこの持っている、私に与えられたこのすべて、それをの中で、何をあなたは使いたいのか、どうか示してくださいというふうに、お祈りしていただきたいと思います。そうすれば、必ず神様、それを示してくださると思います。それではお祈りいたしましょう。天のお父様、あなたに、示されて、私たちはこの世にあって、あなたの使命を果たす、人間です。でも、それが、毎日の日常生活の中で、起こるべきだということを、知ります。ですから神様今、私たちの持っているものをすべて見舞いに披露します。どうか、どれをどのように使ったらいいのか、示してください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではまた来週。